谷川学パーキングエリアは、群馬県利根郡南上町の関越自動車道場にあるパーキングエリアである。関越トンネルのすぐ南側に位置している。上下線とも施設内に谷川学の湧水が引いてあり、谷川の六年水と名付けられた水を24時間無料で飲めるように整備されている。空のペットボトルやポリタイク持参で水を汲みに立ち寄る客も多いようである。 かつて下り線側には関越トンネルを模した建物があった。金属製のタイヤチェーンを装着した車両は、危険防止の観点から関越トンネルの通行が禁止されているため、トンネル反対側の土たるパーキングエリア同様、チェーンの着脱状を兼ねている。土たるパーキングエリア同様に、降雪の程度によっては、スタッドレスタイヤや大型車にもタイヤチェックが実施されるため、 渋滞が発生しやすい。また、谷川学 PA 名物として、もつに定食が人気である。上り線施設内の湧水水汲みコーナー案内板、下り線施設、谷川の六年水下り線のパーキングエリアにあった建物。関越トンネルの構造の紹介、防災設備体験、トンネルや関越自動車道についてのクイズなどのコーナーが設けられていた。入り口正面。 外壁には民営化されるまで JH トンネル間となっていたが民営化後はトンネル間となっていた2014年に閉鎖解体された水道法上殺菌処理がされている東日本高速道路関越自動車道谷川学 PA ドラプラ東日本高速道路2019年10月25日閲覧ありがとうございます